時間どういくしょお疲れ様です。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 はい。ワンマンが近いということで、はい、まあ、なんかちょっとした皆さんでバトルをしてもらおうと思います。バトル、これはワンマンのグッズにかかる皆さんの衣装代になってます。全然違うってことですか。一人ずつ、まあ大体みんな違う感じだと思います。待って、面白い。なぜで今から皆さんバトルしてもらって、まず引く順番を決めてもらいます。はいはいはい。ぜひ一枚で引いてもらって、金額を発表してもらいます。なるほど。上は上なし、下は下。勝ってもよくない。あれですよね、なんかね、金額が少ないと布が少ないみたいなやつですよね。それをマジで狙ってるやん。布少なめが嬉しいやつ。負けるとしがりすぎだろ。バトルはちなみに、まあ、問題を出して、うわぁずるいよ、そんなの。私もできると思います。うわぁ、やばい。ガチチープな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 ラップをしてもらうので、じゃあ、やっていきましょう。はい、お願いします。レッツゴー。レッツゲットバディアナメイト。1問目、はい、分かった人から来た方がいい。はい、はい、いきます。三角形の内角の和は180度。はい、正解です。イエーイ。じゃあ行きます。甲子園球場がある都道府県は。あー、やったー。兵庫県。はい、正解。イエーイ。2番目に取ります。上から2番目の勝ちです。はい、次はちょっとひねった問題。お腹の真ん中にあるものは。簡単にね、めっちゃ簡単に。あ、分かった。あ、分かった。あ、な。はい、正解。100位。これは、はい、私岡島もとむは3番目にくじを引きます。やばい。そういうのも来るんだね。やべえ。じゃあ、わかんねえかな。いや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 、いきますよ。いきます。はい、銀杏は何の種子。あ、ちょっと待って。一応。はい、正解。すぐ逃げた、このせいだ。はい、一応の川村です。僕は4番目にくじを引かせていただきます。バカ視点の脱却。イエーイ。じゃんけんって勝った人順に好きなジャンルから出して。あー、確かに。確かに。3回するとかそういう感じしかない。あー、この曲ある。かわいい。いやだけ2人が苦手なやつを選べば俺がいけるってことです。あ、とりあえずジャンケンしてもらって。はい、最初ルーじゃんけん。はい、かしこまり。どうしようかな。社会。めっちゃ緊張せん。衣装かかってんだよ。衣装かかってんだよ。頼ってるんだよ。順番行こうみたいな。そうそうそう。そっか。お願いします。なんとか人ですよね。あ、わかっ。あ、俺も分かった。アイヌ民族。正解。メンバーカラーオレンジ、タレシマハヤトは5番目に引きます。よろしく。好きなジャンル。英語。英語あるんですか。まあ、問題探すんで。英語じゃ言っていいの。協力だったんだけど。ルイジ追い込まれてます。こいつ英語得意だった、そういえば。まあ、得意だ。なんかさ、ちょっとずつ顔白くなってない。そうだな。日本語を言うので、それを英語に変えてください。文化。カルチャー。
正解。よかった。はい、僕はバイプロテアで6番目にくじを引きます。ルイドス。はい、7番目に引きます。大さん、ありがとうございました。はい、じゃあ、はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。まあ、これで皆さん金額、自分の予算が決まるわけなんですけど、これで買ってきてほしいものはパジャマ。パジャマ、なるほどね。なんかないよ。確かに。皆さん慎重に選んで引いてもらえるとと思います。はい、はい、はい、それでは一番頭が良くて一番運動神経がいい一番目の飯泉晴人から行かせていただきます。よくないよくない。僕は一番右を選びます。はい、こういうのはね、こう心理戦でね、センターに置くんですけど、これ大体こっちなんです。はい、頭は全然一番いい出村勝司です。はい、まあ、普通にセンターで、はい、こんな感じで。イエーイ。絶対1万円。はーい。というわけで、まあ、頭の柔軟な3番目の男を勝ちます。僕は結構シンメトリー意識しちゃうので、ここから取っていきたいと思います。左端を取りました。イエーイ。マジで？いや、わかる。おバカ四天王筆頭川村大成です。まあまあまあ、さっき座ってた順序でいこうかな。右側でいきまーす。いいの、それ本当に。本当にチャリンチャリンいいんだ。本当に大丈夫。チェンジで、じゃあちょっと。やば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 、こっちでやらせていただきます。それでいいと。これドラマを生みます、この展開が。選ぶのはちょっと感じます。呼ばれちゃった。僕はこのちょっと場所分かんないです。こちらを選ばせていただきました。はい、次どっちだろう。大勢の方か女性に行くか。指紋つけた方か。ちょっと女性の指紋とかちょっと大丈夫なので、これにします。これにします。別に頭が悪いとかじゃない。足がしびれて立てなかっただけ。ハイセが選んだ。え、結構分厚い。これを選んでみた。一応中身としてはお金が入ってるじゃないですか。金額が書いてある紙が入ってる。だから一応皆さん平等な扱いじゃないですか。大丈夫ですか、最後に。ハイセイ手つけたそうだよ、確かに俺脳が頭がこうやって立つんだ。そう、これで。おー、これがどんな展開を生むのでしょうか。いきます。あ、緊張する。下ビリ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 。え、2000円。待って、これが2000円。いきます。いくらだろうね。500円。500円。欲しい。2000円。でも多分ね、いけるやん。初狙いだよ。やばい、じゃあ3番目いきます。やばい、こういうのダメなんだよな。多分このグループになってからこういう動き下がってきた。おー、やっ3000円です。布多くいきます。ありがとうございます。じゃあ、トレードを唯一させていただいた顔から行かせていただきます。こういうの強いから500円。多いやん。多いやん。1万円。めっちゃ嫌だね。待って。
るいわ。あからのマイオンウェイ。で、大勢に1枚目は使えないけど。おーい、かわいい。とりあえずセカンドワンマンのグッズの、まあ、ご自身で買っていただくパジャマ台になってますまあ分かってると思うんですけど、これで不正されたらファンの人がっかりすると思うので、はい、この予算内でしっかりと見つけてきて私たちに報告をしてください。もちろんです。え、でもさ、逆にさ1万円使うってことじゃあさ、一番おしゃれじゃないといけないっていうプレッシャーもあるじゃん。やった。てか1万円は使い切らないといけないよ。そう、ピッタリお願いします。お願いします。寝るときにブレスレットとかしたら全部使えるよ。お前テンション爆上がりしとるやんか。こっち7000円みたいな。よくわかんないところにお金使ったら面白い、ね、パジャマです。パンダ。やめて。ドキドキのフェイクファッション止まらない。はい、ということでね、グッズ用の衣装ということで、はい、ぜひそのグッズを楽しみに3月1日のセカンドワンマンライブに遊びに来てください。以上、バイバイトロテアでした。ありがとうございました。衣装料と同じお金です。衣装料と同じだよ。こちら待ってます。セカンドもないと分かんないから、これ見れないから、やっと報われました。